ミスターサンシャインは、韓国の TVN にて2018年7月7日から9月30日まで放送されたテレビドラマ。韓国での放送と連動して、ネットフリックスでも配信された。太陽の末裔、とっけび君がくれた愛しい日々に続き、監督のユンボクと脚本のキム・ウンスクがタッグを組んだ作品。主演は、イ・ビョンホン、キム・テリ。テレビドラマとしては、 異例の430億ウォンという制作費をかけて制作され、ケーブルテレビでの放送ながら2018年に韓国で放送されたドラマ視聴率第2位を記録。また、同年に韓国ギャラップが調査した今年最も活躍した俳優において、主演のイビオンホントキムテリが第1位と第2位に選ばれた。2018年9月22日には、 1> 第1回から第22回までの本放送を再構成し、第23回並びに、第24回の予告編を合わせた特別番組、ミスター・サンシャイン、ガン、グローリー、サッドエンディングが、同じく、TVN にて放送された。朝鮮の貴族の下で働く土肥の両親のもとに、生まれた、チェユジンは、1871年に勃発した、カノトヒツジヨウ、 夏美の混乱の中で軍艦に一人乗船し、アメリカにたどり着く。その後、米軍海兵隊の隊員となった友人は、アメリカ大統領の命により自身を捨てた祖国の朝鮮に帰還する。朝鮮に駐在することとなった友人は、ある夜、朝鮮最高名門家の最後の血族である、霊城小江神と出会う。祖国を守るため密かに戦う高い志を持ったエシンとの出会いによって、 友人の運命は大きく変わっていく。ありがとうございます。